このコーデは2010年のアルビレックス新潟について記述する。新監督に2009年までヘッドコーチを務めていた黒崎久氏が昇格する形で就任。2010シーズンはリーグ序盤戦こそ開幕から8試合未勝利と低迷したが、第9節で神戸を2-1で下し、リーグ戦初勝利を収めた。第12節山形戦では2004年以来となる。 リーグ戦4連勝を記録し、この試合終了後には、全選手、スタッフが、急性白血病のため入院していた、マルセロフィジカルコーチのために作成した、マルセロ、あなたの帰りを待っていますと、ポルトガル語で記された T シャツを着て、スタンドに挨拶し、マルセロを激励した。さらに、第18節で山形に0から1で敗れるまで、 クラブ新記録となる11試合無敗記録を樹立した。その後は、矢野孝明の海外遺跡、マルシオ・リシャルデス、ミシェウの負傷が重なると5試合未勝利となったものの、両者の復帰後は優勝争いに絡んでいた名古屋、鹿島を迎えた、ホームに連戦で2連勝を収めた。終盤になると勝ちきれない試合が多くなり再び5試合未勝利となったが、最終節で、 小名を3の1で下して6試合ぶりの勝利を収め、最終的には12勝13分9敗の9位でリーグ戦を終えた。年間順位設別動行最終更新日。2013年1月22日。出展、J リーグ。2013年1月22日閲覧。開催地、A イコールアウェイ、H イコールホーム。結果、D イコール引き分け、L イコール敗戦。 W イコール勝利。記録グループリーグ A アルビレックス新潟 VFC、町田ゼルビア名古屋グランパス V アルビレックス新潟2010年1月8日から4月2日2010年7月16日から8月13日2010年9月24日まで。ファーストは、シャツパンツともに、オレンジで、左肩と右腰に青いアクセントが大きく入った、左右非対称デザインとなり、セカンドは、 シャツは白、パンツは青で、同じく青いアクセントが入る。ストライプは廃止された。ありがとうございます。